皆さんこんばんは、ななみです。今日は5月のお気に入り紹介していきたいと思います。それではビデオスタート。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。一番最初はこちら、じゃじゃん。もう結構ねバズっちゃってるアイテムになってるかなと思うんですけど、NARSのオーガズムドライボディオイルってやつで、これは肌見せの季節がもう始まってるじゃないですか。でその時に使えるアイテムになってて、ポンプ式とかじゃないので自分でこう出すような形になっちゃうんですけど、こういう風に出してもらうとですね、こういうピンクの液体があるんですけど、でスーって伸ばすじゃないですか。そうするとですね、もう肌がめっちゃ綺麗に見えるのねこれ見てこのツヤすごくないですか。なのでもちろん手でもいいと思うんですけど、こういう鎖骨のあたりだったりとかに塗ってあげると、すごくね綺麗に輝いてくれて、ちょっと服が汚れるので気をつけて塗ってもらった方がいいかなと思うんですけど、肌がちょっとツヤめいて見えて、このねこっち塗った肌でこっち塗ってないんだけど、分かります？このツヤ感、もうこっちガサガサで、こっちはツヤもあって、なんかこう生き生きした肌に見えると思うんですよ。これがすごいバズっちゃってて、ちょっとねお値段高いかなっていう感じは私もしたんですけど、でも容量がもうめちゃめちゃ入ってるので、まあしょうがないのかなっていう感じだし、あとボトルがちょっと香水とかに近いような感じで、すごく可愛いかなと思います。置いとくだけで映えるような感じのアイテムです。で1個注意点なのは、これはオイルなので、やっぱりちょっと夏っていうのはオイルでこう日焼けしちゃったりとかするっていうのがあると思うので、しっかり日焼け止めと混ぜて使ってあげたりするのもいいのかなと思います。一部だけだったら全然その必要はないけど、なんかこう結構全体的にここガッと塗りたいわっていう方は、ちゃんと日焼け止めとこれを混ぜて使ってあげると、飛散対策っていうのもしっかりしつつ使えるんじゃないかなと思います。私自身はあまり肌見せとかもそんなにしないタイプなので、そこまでこう必要とは思ってなかったアイテムだけど、そういうのを探してた方多いんじゃないかなと思います。夏って結構肌見せする、若い子は特にだと思うけど、時にこういうのを探してた方多いのかなと思うので、めっちゃおすすめそういう方におすすめのアイテムですね。続いてがNARSになっちゃうんですけど、エアマットブラッシュのチークカラーで533番。このカラーがもう多分限りなく薄いピンクなんですけど、これがやんわりやんわり内側から出たような血色感っていうのを、もうベビーピンクみたいな感じで赤ちゃんみたいな感じで出したい方には超おすすめのカラーで、私が今まで持ってたこのタイプってこれが一番なんかピンクっぽいというか薄めのピンクだったんだけど、さらにこっちの方が薄いピンクで、比べてもらうと分かると思うけど、こっちが既存のピンクで、こっちがちょっと新しいタイプのカラーの533番なんだけど、全然色味が違うでしょ。こっちの方がナチュラルな感じで出るピンクですね。ほんとベビーピンクに近いようなカラーだと思います。めっちゃ自然で使えるので、ちょっとぜひ試してみてほしいなと思います。このねチーク自体すごいこう柔らかい感じで、なんかベタベタする感じじゃなくて、ほんとホイップみたいな感じ、粉とかとは全く違うようなタイプになってるので、すごく使いやすいと思うんですよ。夏もなんかベタベタするのって絶対好まれないけど、これはサラッとしてくれるから全く邪魔はしないしね、色も可愛いし使いやすいと思います。このカラーがおすすめ、533番、可愛いです。続いてがこちら、ピュアラディアントプロテクションアクアティックグロークッションファンデーションのケースです可愛すぎ。 NARSのもう大きいんですよ、大きいのもうお金持ちになりそうなケースです。でこのケースは1430円なので、ちょっと別売りっていう感じ。ピンクもねあったりとかしていろいろ出てるんですけど、今回はこのゴールドが出ました。で私がね使ってるファンデーションはこのカラーなんだけど、これを入れちゃうよ、ついに金に装着いたします。はい、入りました。こんな感じでですね、はい、ケースを変えて気分を変えることができるんですね可愛いでしょ。ピンクもめっちゃ可愛かったんだけど、そこのゴールド
お金持ちになれそうじゃん。ちょっと今年金運がねあんまりないみたいなので、これで気分上げていきたいなっていう感じです。イヴ・サンローランとかさ、ナースとかこうやってちょいちょいケース変えてくるじゃない。かわいいってなる。めっちゃかわいいんだけどって。まあディオールもそうか、かわいいんだよな。でしかもねこれ見て、これはちょっといただいたやつなんで、ごめんなさい、売ってんのかな、何小判みたいな、すごないこれ。ちょっとこれはでっかいカバンじゃないとちょっとね使えないけど、なんかすごいね可愛いのいただいたので、これもちょっと使わせていただきたいなと思います。もちろんねこれにあのこのクッションも入りますよっていう感じのアイテムなんですよ。ただこれがもう硬いんですね。硬いのでもう動かないからペチャンコにすることもできないし、本当このサイズ感で使わなきゃいけないので、ちょっとカバンに入れるにはもちろん問題があるかなっていう感じなんで、なのでちょっと置くのに使わせてもらおうかな、置かせてもらいたいと思います。これナーズさ本当にさ可愛いのやめてほしい。本当に毎回可愛いの出しすぎ、毎年すごいいいの出してくるからびっくりする。そんなにバリエーションありますっていうぐらいさいいの出してくるじゃん。でね、今日使ってるリップとかもねナーズなんだけど、めっちゃ可愛いでしょこれ。チークもそうだし、アイシャドウも今日ナーズなの、ナーズフェイスになってますで続いてがこちらです。じゃん、アディクションのザ・ブラッシュマットの 006M っていうやつです。これはねチークなんだけど、シェーディングとしても使えるので、ここにこう全体的に入れても使えるような感じの、アイテムになってます。今日もねここに私のエラ隠しだったりとか顔を小さくするために仕込ませてもらってるんですけど、結構色味がすごいちょうどいいというか、茶っぽくなりすぎないような感じのカラーで、こうやってやったら分かるかな、こんな感じのカラーなんだけど、これ結構濃いめにジャカジャカやってついた色ねそうそう、こういうカラーなんだけど、すごく肌に馴染みがよくって、ここのチーク兼シェーディングみたいに使えるのって私ナーズしかねほぼほぼ持ってなかったかなと思うんで、やっぱね顔がねでかいのはまずいということでこれ以上でかくなるのはまずいので、小さくするためにこのねアイテムを使わせてもらってるんですけど、結構しっかりこうキュッとなってくれるし、色もなんか分かりづらい、なんかシェーディングすごい塗ってるようにはねあんまり見えないようなカラーなので、おすすめ。これもめっちゃいい。で容量も結構入ってる方だと思うし、アディクションは割とデパコスの中でも安いかなと思うんで、手が出しやすいアイテムなんじゃないでしょうか。続いてはこちらカラコンですね。これはユリアルワンデーっていうやつで、すごいめちゃくちゃ人気だったカラコンが、まあ、ワンデーで出ましたよっていうので先行発売されてたので買いました。カラコンねちょっと欲しいなと思って、なんかツイッターですごいバズってて、それで私も購入したんだけど、縁も私が今使ってるこのあのアイコフレとそんなに変わらないかな、 14.2 だったかな、そう 14.2、 レンズの直径が 14.2mm って感じで、着色直径が 13.2 って感じかな、はい、でベースカーブが 8.7 のタイプになってます。はい、この前グレーつけたんだけどすごいナチュラルで可愛かった。私の今愛用してるカラコンと全然変わりがなくって、このユリアルワンデーもすごいつけ心地良かったし、夏って結構なんか目もさ乾燥すると思うの、日焼けとかで、でも全然そういう感じもしなかったし使いやすかったです。はい、で続いてはですね、これ前も紹介してるし今もつけてるしもう動画超出してるけど、アイクちゃんのまつげ、これをね超ため買いしました6個ぐらい買いました。はい、ということでですね、こちらはもうストックに気に入ってるつけまつげで、前というかちょい前に使っててすごいため買いしたやつ、これとこれすごい気に入ってて使わせてもらってますね。最近私が使ってるつけまつげはこの2個っていう感じで捉えてもらえればいいんですけど、このつけまつげの毛がちょっとこのエクステの毛ってみたいなのを使ってくれてるらしいので、なんて言ったらいいのだろうか、なんかマスカラしたまつげみたいな感じなんだけど、しっかり上にクイッて上がってくれてて、薄いのにこうまぶたを持ち上げる力が若干あるような感じの具合のカールがついてるつけまつげで、これも大変気に入っております。そう、もうマスク生活はもういくら私
まつげ頑張っても、まあ落ちてきちゃったりとか気になっちゃって嫌なので、つけまつげ生活してるんですけど、めっちゃいいですね。はい、じゃ続いてこちら、じゃじゃーん、オリシキというアイプチで、私が知ってるアイプチって線をつけたいところを一箇所にまぶたとまぶたをくっつける場所につけてるイメージだったんだけど、なんかこれはこのなりたい幅までにこうつけるような感じみたいで、ちょっと面白いなと思って買ってみました。私ね、こっちの目がねちょっとあの調子悪いというか、前のその私ってほら二重幅を狭める整形をしてるじゃない、だからちょっとね線がこう昔いた線とこうガチャ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 しちゃう時があるのね。やっぱ元の線が強いから、その線がこう今の線に勝とうとしてなんか調子悪い時あるので、そういう時にちょっと使わせてもらおうかなと思って買ってみました。超久々に買ってよ、アイプチ開いてみました。でもインスタでね、これどうかなみたいな感じで聞いたら、なんかね、まぶたテカテカになりますっていう風に言われたんで、そうなんと思って、それだとちょっとアイシャドウっていうことはできなくないっつって、ちょっとまあこれは購入品っていう感じで捉えてもらえればと思うんですけど、こういう感じの液ですね。これは変わんないんだね。細めタイプで液になってて、この白いのが乾いたら OK サインですよっていうアイプチ。これがちょっとまぶたの調子悪い時に使ってみようかなと思ったアイテムです。これもし使ってる方いたら、なんかコツとかあれば教えてほしい。何もわからない。はい、ということでこんな感じで5月のお気に入り紹介させていただきました。ちょっとね、謎のものが多くなっちゃってはいたかなと思うんですけど、このねボディオイルが結構まあバズっちゃってて、まあ入手困難になっちゃってるのかな今。夏は肌見せの季節なので、こういうアイテム探してた方多いんじゃないかなと思うので、まあこれはおすすめですね。はい、ということで何か気になるコスメありましたら、ぜひぜひチェックしてみてください。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。